はいどうもお疲れ様です。FX オリアいヒの皆様。4月6日、相場解説の続きを行きますけども、前回131円のサンバルあたりでセルに入りました。大胆な、あの、セルへのエントリーだったんですけどもね、大体このあたりでね、入っておりましたね。まあ、というのが、えっ、ー、と、レンジを上と下の2つに分けたからです。ざっくりと、こことね、それから、こことに分けて、で、さらに、 ヒゲと実体を分けるここに線を引きましたね。ということで、セルの方にエントリーをしたところ、やっぱり大きく下がったなってところでございます。こういうふうにね。今、40ピップス以上取れてますんで、とりあえず1個目の過程にはたどり着きました。ここにね、たどり着いたでしょ。ですんで、ここで利確をして、あとは、通常なら、ここまでの利益の半分で追撃をするんですけども、まあ、なんせ、ヒゲなんでね、ここがね。 一旦ノーポジションにしようかと思います。え一応ここで、こっちの方をちょっと参考になるんですけども、ここに達したら強い要線で元に戻って上の方に帰ってるでしょまあですんでそこを警戒して、一旦ここで利確をしてね。まあ一応40数ピップスということで、まあ5万にはならないんですけども、まあ十分な利確ができてますんで、一旦ここでね、ちょっとこう、 午前中を仕切り直すという形にしようかなと思います。えー、ということなんで、6時台の相場解説を聞いていただいた方で、まあ、もしね、相乗りしてセルに入った方っていうのは、そこそこの利益を得てると思いますけども、そうじゃない方も、まあ、考え方は分かったと思うんですよ。昨日1日を,を使ってですね、レンジを確定させた、そして、 今朝までにもう一つのレンジを設定した、まあ、その原因、理由がね、ここにあるということです。しっかりと準備をすれば、こういうふうにね、えー、強い目安を取っていくことができますんで、利益を積み上げることができる。まあ、そんなとこでしたね。はい。じゃあ今回は、そうですね、えっ、ー、と、一般公開動画ということにもしときましょうか。たまにはね。はい。FX オリアルフィーの皆様と一般公開動画、両方でお届けしたいと思います。 はい。それではまた次回の更新をお待ちください。